プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。皆さんごきげんよう。おやつ紹介、今日は、はい、今日は3人で描いた絵をご紹介いたします。はい、今回テーマがあります。どうぞ。一、はい、つ目、かわいいキャラ。二つ目、怖いキャラ。はい。三つ目、面白いキャラ。はい。それぞれ描いたので発表していこうと思います。はい。怖いキャラ、かわいいキャラ、面白いキャラじゃん。パワとオくんさ、全部面白いキャラになるかも、可能性が。どういうこと？じゃあまず可愛いキャラさ、ひめ、うん、ちゃんからまず紹介してもらおうよ。うん、せーの、はい。わあ、うわ、可愛い。え、なにこれ、こちゃん？ぽいキャラ。可愛い。星のマーク。顎ないのも可愛いね、これね。うん、なんかさ、ぽちゃっとしてるの、ぽちゃっとしてる動物好きなの、私。うん、しかもモコモコみたいな、ぽちゃモコみたいな、そういうキャラめっちゃ好きだから、書いてみました。それぞれ10分かかってないよね、キャラ。うん、俺3分。オウくんも。もう考えるのにちょっと時間かかったかな。やっぱうまいな。うまっ。かわいいね。なんかグッズでいそう。これなんかグッズがで売ってほしい、なんか。したわ。ね。めっちゃかわいい。え、めっちゃいいじゃん。ね。パパもグッズができそうなキャラ描いちゃったんだけど。ほんと？見た見た。次ママっていうことで。見せて。まず姫ちゃん道具に見てもらいますね。え、キスしちゃってやる。はい、いきますよ。はい、皆さん。本当についてるやん。こちらです。なんかこれ眉毛なんか3時3時の両方の眉毛みたいな。そう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 。ね、腕長キモだ。ちょっとさ、パパ目なんだけど、姫ちゃんこれほらキラキラ目にしてんじゃん。うん、パパもキラキラ目にしたんだ。パパの目なんかテントウムシみたいな。そう、ミスったね。なんか病気みたいな。寄生虫になんか虫歯生まれてる。これ女の子なのキャラ。どっちでもない。無性別キャラ。そう、可愛いキャラ。これ何？お団子してる。可愛いよ。あ、これ2本ってこと？チークつけてるの。可愛いよ。何が2本？これもテントウムシぶら下げてるじゃん。それあのあれよ、お財布。テントウムシネックです。お財布よ。お財布。ガマ口。ああ、足短くない？こんな感じなの、こんな感じ。ドラえもんみたい。ねえ、なんかこの腕のさ長さとさ足と胴体の長さおかしくない？めっちゃ。まあいいんじゃない。パパにしては可愛い方。可愛い方。うん、これはグッズができそう。パパにしては、あのある一定の層には刺さりそう。ああ、キモか。じゃあ俺行きますよ。え、パパと王くん、パパと姫ちゃんまず見せてもらっていい？おお。ああ。え、王くん良くない？うわあ。いいな。これ何の動物？これあのクマとウサギのハーフ。はい、じゃあ見せてください皆さんに。あれ、ラッタン。はい、風船持ってます。これ耳にさ、なんかチョーキ止まってるの。そう、お話じゃないの。違う、チョーキだよ。バカじゃん。これまつげ。そう、まつげ。なんか、眉毛、これまつげどっち剃ってんの、眉毛、これ。そう。でもさ、なんかさ、アホそうでしょ。またそれが可愛いんだって。いや、パパの方がアホそうだぞ。アホさはこっちだね。こうほっぺんブリーンのってなって、うん、かわいいじゃん。ブリーンって出てるね。そうじゃん、結構かわいい。え、どっちの方がかわいい？でもなんかね、この顔が好きなの、私。口上がってる。この顔が好き。結構いい感じでしょ。顔はこっちの方が好きで、うん、体はこっちの方が好き。あ、じゃあ本来ならこれを入れ替えたらよかったんだ。これにこの顔がついてたら可愛かった。あー、なるほどね。なるほどね。なんか似てるね、なんか。なんかさ、今思ったの、視聴者さんプレゼント、この描いたなんか送りたいね。え、それだ、ちゃんともう一回描き直した。これちゃんと描いてないの、これで。下書き的な。これガッチガチなんだけど、これ。本当に似てる。本当に似てる。いや、この動画でさ、使ったキャラ、描いたキャラっていうのをなんかもらってほしくない？うん、これを使った。普通にこの子商品化したいな、なんかね、かわいい。結構気に入ったかも。ひめちゃんグッズ化の巻。
したい。それをプレゼントしたいね。ひめちゃん、夢があるもんね。はい、じゃあね、次。I have a dream。 あ、どういう夢かというとね、はい、どうぞ。I have a dream。 キャラを生み出したいんだよね、かわいいキャラとか、いろんなキャラを。で、みんなに、世界中のみんなにそのかわいいキャラを楽しんでほしいっていう夢があるんだよね。ちょっと待って、書き足したい。はい、何？書き足したい。何書き足したいとか。おい書き足すとかありなの。ああ、次のお題ね。次怖いお題ね。じゃ怖い次めっちゃ怖いよこれ。めっちゃ怖い、これ怖すぎるよ。今度はオープンから行こうか。 OK。 まず姫ちゃんと、はい、パパ見せてください。おお、あ、 SCP 系だね。いいじゃん。せーの、ダン。で、 SCP 系だ。いいじゃん、オープン。怖いでしょ、これ。手もすごいね。これ何本あるのって。唇なんかもじもじってなってる。何これ。乾燥してる。十字架。違う、上唇もじもじって乾燥してるのこれ。十字架。あれでんじゃん。メンストレーターもつけられないと。下唇はさ、なんかプルンって感じなのにさ、ね、上だけなんかめっちゃカサカサしちゃう。違う。違う。これが口だよ。その、うん、あ、そういうことか。これ口開いてるのかと思った。あ、なるほどね、十字ってそういうことね。ああ、そういうことか。上唇カサ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 。これなんか手からなんか触手みたいな。これ指？違う、あの草みたいになってんの。うわーって、じゃあウルヴァリンみたいな。うーん、草みたいになって。そう、全部針。そう、針。へえー、いいじゃん。これ怖いね。首になんて巻くの。これね、なんか首巻き。マフラーじゃん。だからこれ仮面かぶってんの。仮面かぶってんの。あ、そうなんだ。これ、ね、それ首隠してんの。本当は人間ってことじゃん。そう。じゃあ大したことないじゃん。怖くないじゃん。うわー、横の人間の方が怖いじゃん。あー、起きてる人間が一番怖い説がありますからね。うん、そうだよ。はい。じゃあ、ひめちゃん行く。あ、パパ。パパ。じゃあ見てもらうよ、ひめちゃんと。せーの、ドン。わー、きっしょ。怖いっしょ。いや、でも確かになんかねえ、なんか、はい、皆さん見てください。はい、モンスターズインクのマイク・ワゾースキー、ハギーワのなんかめっちゃキモバージョンみたいな。俺ハギーワめっちゃキモいっしょ。これ体型も見て、お腹出て。確かにハギーワニっぽい。ね、手足細細でお腹だけ出て、ふえぇー、アスキー洗いみたいな。ね、気持ち悪いです。なんか妖怪もちょっと入ってるよね。うん、ね、妖怪じゃん。お腹すっぽこって出てんの。そう、さらにひもに。で、この体勢よ。これどういう体勢なの。何これ、何これ。腕長いね、こうやって。キモー。めっちゃ怖いっしょ。うん、いいじゃん。ね、でしょ。お、いいじゃん、いただきました。はい、次私。美大生からいいね、いただきました。せーの、ドン。はっ、はい、こんな感じですね。はい。なんかハーピー、わかる。ハーピーみたいなイメージした。なんか顔、あ、鳥。これ顔荒れてるよ。鳥悪魔。ヒビ、ヒビ入ってる。あ、うわ。人形？で、周りなんかダーク系で。ハーピー。うわ、こわ。あ、こすって当たるんだ、これ指で。そう。ガーって。で、黒いなんか禍々しいオーラを出した。うわー、すげえ。足をがつがれ。ギーッ、サポート。ギーッていうね、絶対。言いそう。じゃあ、オウくん、その怖いオウくんのキャラはなんて鳴くの。もう一回、はい、どうぞ。はい、ひめちゃんの声は、はい。パパもよく似てるぞ。ウェーキモーよっしゃ。じゃあ、声はい、声やってみよう。かわいいキャラな。はい、じゃあ、オウくんから。なんて、どういう声。こんにちは。こんにちは。ねえ、何よ、負けてんじゃん、俺たちね。はい、以上になりますが、最後に、一つだけ、ひめちゃん。面白いキャラをひめちゃんだけに描いてもらいました。はい。はい、やっぱ、うまいね、やっぱ。すげえわ。うまいわ、やっぱ。パネッス。せーの。はい。はい、ああ。
うだね。おバカキャラみたいな。この目よ。目つきよ。あ、じゃあ写真でもこう貼り出すからさ。うん。しかも、抜け裂くって書いてあるし、この靴、なにこれ、セッタわらじわらじ。で、耳6だし、6って。あとこの坊主でハゲてるのいいやつ。もう鼻水もさ。鼻水量多すぎないじゃん。これ重力無視してんだよ、鼻水。いや、ちょっと今日、今日、今日風でこうやって、ウェーってやったよ。ね、しかも顎割れてない？ケツ顎。そう。ケツ顎。このポーズ。ただ結構できるぞ、このポーズ。昔からあっていいよね、これ。パパじゃん。俺やろ。いや、違う違う違う、誰？いや、前のパパじゃん、坊主してたじゃん。どうしてた？パパじゃん。また坊主しよう。マジ？見たね。あの、坊主にした時でパパさ、毎朝さ、パパが起きてくるたびにさ、笑っちゃうの。あれやばい。坊主パパで。マジでやばい。でも顔見るたびに笑っちゃうの、坊主パパ。まあね、けど2、3ヶ月ですぐ伸びてくるからね。うん。坊主にして。早いよな、パパ髪の毛伸びてくるから。ね。2、3ヶ月ですぐ伸びちゃうから。うん、今日、あれ、明日髪の毛切りに行くんだよ。え、俺。11時よ。ほらも？うん。一緒に行こうぜ。うん。パパのこと起こしてあげて。いやいや、余裕で起きてるから。余裕っすよ。うん。11時は。余裕っすよ。予定するかもね、パパ。夏休みだし、余裕っすよ。しかもパパすぐ予定忘れるから。大丈夫。いや、こう面白いキャラみんな。じゃあ、こう、声、声、声。はい。声考えてなかった。じゃあ、数日。あの、数日、あの、予想してみよう。予想してみよう。じゃあ、オー君からこの抜け柵の声、名前はある？ない。抜け柵？うん、はい、抜け柵いいよ。オー君、どうぞ。ほら、おにぎり好きだもん。あー、わかる、そんな感じだね。いくよ。うん。おいら、抜け柵。結構、あの抜け柵サック。太い声だね。おいら、抜け柵サック。ちょっとなんかこう、アホっぽい、こう、なんだろう。おいら、抜け柵サック。そんなにはっきりしない。うん、僕ね、抜けちゃくっていうか。そうだよね。名前なんていうの。パパ CV して。僕抜けちゃく。抜けたくで、抜けたく。キムタクじゃないよ。キムタクじゃないで、抜けたくだよ。パパ声優ね、これ。こんな感じじゃない。決定だわ。え、何がこれ、アニメ化すんの。うん。は？抜け柵サック。抜け柵が飼っているワンちゃんがこちらです。やだやめて、それだけは別物。そのお母さんがこちらです。お父さんがこちらです。で、その弟がこちらです。はい、そのひいおじいちゃんがこちらです。おじいちゃんなの？そのひいおじいちゃんがこちらです。はい、ということで今回はね、この辺りで終わりましょう。はい。なんかテーマを決めてさ、描くとそれ全然違う絵ができてきたね。うん、違うね、感性違うね。可愛いキャラでもさ、姫ちゃん、ワンちゃんじゃん。パパちょっと人間の可愛いキモカワ系じゃん。多くは動物じゃん。うんうん、ね、怖いキャラだとパパ妖怪が入ってるよね。いや、なんか洋風じゃない？洋風。ね。ああ、二人とも洋風だよね。ね、パパ和が入ってない。ね。な、頭だけ用でさ、これ好きだわ。体これ結構好き。結構うまいよ、パパ。でしょ、これ力作よ。力作結構好き、それ。力作じゃないよ、力作よ。え、俺これ、これこれ一番好きなんだけど、これこれ一番好きだよ、力作。うん。名前はね、ジジイワギー。妖怪デコバラ、ボコバラ。妖怪、手長じじい。手だけなんだ。そう。なるほどね。シンプルだね。はい。いそう。はい。この辺りで終わります。はい。またこういう企画したいね。面白い。ね。面白いね。テーマ変えてやりたいです。テーマ変えよう。うん。面白い。もしやってほしいテーマがあれば、皆さんコメント欄、よろしく。ポチ。グッドボタンとチャンネル登録も、よろしく。家族とか友達とかでやっても面白いよ。そうだね、みんなでやっても面白いゲームだね、これ。うん、一人でやっても面白い。はい、うん、またねー。バイバーイ。面白いよ、面白いよ。やってみて。自信やってみて。手長じじ。手長こさん。手長こさん。そのまんまやん。
歳のパパ子はここにいたわよ。みんな、わかったかしら？